ゲイなめんじゃねえぞ、なめんじゃねえぞ、なめんじゃねえぞ。お前さ、私より年上のくせにちょっと髪の毛が決まらないだけでウィーンってガキみたいに泣いてんじゃねえよ。言いますよ。言いましたね。私も言わせてもらいますけど、良かれと思って前髪を切ったら指原さん似てるって言われてるんですけど、それがすごいムカつくんですよ。見てください、全然似てないですからね。見てください、私の方が全然可愛いですから。顔近づいて。私の方が可愛いですから。そっからキス。はい、ケンポン、はい、これでしょ。おい、こら。先輩やから、こう行きづらいんかな。じゃあ、グー、じゃあ、ケンポン。怒ってましたね。言いたいことがあるんですか。本番前に鼻歌をのんきに歌ってて余裕ぶっこいてたら失敗すんだよ。やらせるよ。いいかげん、いいかげん。りんちゃん、初めて会った時からあなたのことが好きでした。お断りします。なんでだよ。断りだ。なんでだよ。断りだ。お前が早く渡してよ。見るな。見てないわ。名古屋の子たちね。はい、SK48 の松井ジュリナです。よろしくお願いします。喧嘩できないあの子。うん、無理だと思うよ。あ、変わったぞ。スイッチ。おい AKB。 歴史には弱いと思うけど、信長も家康も秀吉もみんな愛知県出身なんだよ。さすが。ねえ、J は、J はね、デビューしたくらいの時に可愛かった。確かに可愛かった。可愛かった。今ね、あの映像見るとね、めっちゃ可愛い。可愛い。可愛いよね。幼いと思う。ちょっとちょっと、子供に戻れるってねえだろうよ。そういうのが可愛くない。今のショーピングからしたか。なんか一瞬で終わっちゃいましたね。ねえ。